嫁ね。って、あれ、いぶきちゃんいなくない？そうだね、変だな、いぶきさんってこういう集まりに遅れるイメージあんまりないんだけど。だね、まさか何かトラブルとか？ごめんなさい、遅くなっちゃった。あ、噂をすれば、こっちこっち。はあ、本当にごめんなさい、京子の誕生日だって言うのに遅れちゃって。いや、それは全然大丈夫だけど、珍しいね、いぶきさんが最後に来るのって。何かあったの？何かってほどはなかったんだけど。真面目ないぶきさんが遅れちゃった理由知りたいな。よかったら教えてくれないかな？別に大したことじゃ。大したことじゃないか。私、いぶきさんに何かあったんじゃないかってものすごく心配してたんだけどな。わかった、言うわよ。実はおばあさんが道に迷ってるのを見つけて案内してたの。まあ、そのせいで私もちょっとだけ道に迷っちゃったんだけど。いぶきちゃんかっこいいよ、ヒーローさんみたい。うん、かっこいいです、いぶきさん。ヒーローって大げさすぎるわよ。そんなことない、いつでも誰かに親切にできるっていぶきさんのいいところだと思うし、ヒーローがお祝いに来てくれるなんて今日は最高の誕生日だな。京子まで、もうこの話はおしまい。今日の主役は京子なのよ。じゃあ全員揃ったことだし、改めて京子ちゃん誕生日おめでとう。この辺りのパワースポット？それならあの神社がおすすめかな。ここのフレーズはもっとこう、忍に意見聞いてみよう。